東京5レースのパドックです。メイクデビュー東京、発走時刻は12時25分です。東京5レースメイクデビュー東京のパドックです。それでは見ていただきましょう。1番帝王シュタイン454、非常に滑らかな歩様ですね。スムーズに出てますし、仕上がりもいいですね。バランスもいいと思います。2番ロードフロリゼル452、まあ、カチッとまとまった馬体をしてますね。太め感なくすっきり仕上がってます。3番イスキオス452、まあ、胴長で、中長距離が良さそうな体型をしてます。少し太いですけどバランスはいいですね。4番コスモキャバリエ450、すっきりと仕上がってますけど少し動きが窮屈なところがあります。5番ですゴーゴーステーツ504、少し体は余裕残しですね。少しそれと動きが窮屈ですね。6番モンドデラモーレ466、少し胴詰まりの体型ですけど、歩様はすごくスムーズですね。まあ、気配としてはいいと思います。7番コスモグッドラック496、まあ、体型もあると思いますけどまだ体は太いですね。8番ワンモアスマイル442、まあ、すっきり仕上がってますけど少しテンションが高いのは、どうでしょうか。少し心配なところはあります。9番ソロモン530、非常に雄大ですね。まだ体は余裕残しですけどバランスが良くて能力は高いと思います。10番帝王ビースト456、少し動きがこじんまりとしてますかね。体つきも一絞りできそうです。11番ソーシャルワーカー450、まあ、テンションは少し高めですけど体はきちっと仕上がってます。12番スワローシチー454、まあ、ちょこちょこと小足を使うような感じですね。まあ、もう少し成長は欲しい感じはあります。おしまいに13番ナックグランデ456、バランスのいい馬なんですけどまだ少し動きが窮屈ですね。仕上がり途上といった印象です。それでは推奨馬をお願いします。9番ソロモン、1番帝王シュタイン、3番イスキオス、そうですね、8番ワンモアスマイル、以上ですね。東京5レースパドックからの推奨馬は9番、1番、3番、8番以上の4頭です。
東京競馬場第5レース出走各馬の登場。メイクデビュー東京2歳新馬芝の 1800m 出走メンバーは13頭です。1番帝王シュタイン、父はワールドエース、デビュー戦の馬体重は454キロ、鞍上は三浦康生、負担受量55キロ。2番ロードフロリゼル、父はリオンディーズ、馬体重452キロ、吉田豊55。3番イスキオス、父は北サンブラック、馬体重452キロ、石橋周55。4番コスモキャバリエ、父はダノンバラード、馬体重450キロ、菅原明55。5番ゴーゴーステーツ、父は里のダイヤモンド、504キロ、鞍上野中裕太郎55。そして6番モンドデラモーレ、父はワールドエース、馬体重466キロ、杉原誠55。そして7番コスモグッドラック、新種馬ウィンブライトの3区、馬体重496キロ、津村明秀55。8番ワンモアスマイル、父はブリックス&モルタル、馬体重442キロ、戸崎啓太55。9番ソロモン、父はミッキーアイル、530キロ、ダミアンレーン55。10番帝王ビースト、父はディーマジェスティ、馬体重456キロ、タイグオシア55。11番ソーシャルワーカー、父は上海ボビー、馬体重450キロ、コアタタクヤ55。12番スワローシティ、父は新種馬ミッキースワロー、馬体重454キロ、石川祐希と55。最後に13番ナックグランデ、父はシュバルグラン、馬体重456キロ、菊沢和樹55キロの騎乗。今日は新馬戦が2つ、その1クラメ第5レース2歳新馬メイクデビュー東京芝の 1800m 13頭立て発走までお待ちください。東京の5レースメイクデビュー東京2歳新馬戦、芝 1800m ですからね、将来も嘱望された馬たちが集まっているはずです。9番のソロモンが 1.8 倍の1番人気、父はミッキーアイル、母はシロインジャー、メイケイエールが姉にいる血統になります。それでは東京です。東京競馬場第5レース2歳新馬メイクデビュー東京芝の 1800m メンバーは13頭、全馬のデビュー戦となります。関東地方は昨日から梅雨入り、今日は貴重な晴れ間です。しかし昨日の雨の影響で芝やや重、ダート主のコンディションの東京競馬場、
午前中に比べて若干風が強まってきています。さあ2コーナー引き込み線シュートでのゲート入り、最後は13番ナックグランデ、今収まって全馬ゲート入り完了。スタートしました。少しバラッとしたスタート。2番ロードフロリゼルは後方。さあ第2コーナーカーブに向かってじわっと6番モンドデラモーレ出ていきますが、並んで7番コスモグッドラック、今度は前に出て第2コーナーのカーブ、3番手から2番手を伺って8番ワンモアスマイル、先団3頭、前から4頭目に9番ソロモンが行って、馬群の中4番コスモキャバリエ、そのうちに5番ゴーゴーステース、1馬身後方に13番ナックグランデ、さらには3番イスキオスが行って、その内側に1番帝王シュタイン、1馬身半後方10番帝王ビースト、あとは12番スワローシー、その直後に盛り返していく2番ロードフロリゼル、1200を切って2馬身後方、最後方には11番ソーシャルワーカー、前から後ろまでは10馬身ぐらいの間隔、3コーナーのカーブ、線の標識を先頭7番コスモグッドラック通過、リードは1馬身半、2番手は8番ワンモアスマイル、3番手内6番モンドデラモーレ、前から4頭目9番ソロモン、じわっと進出、3番手の外まで合わせていって3コーナーから4コーナー、最初の 1000m は1分3秒に、その後ろ4番コスモキャバリエが行って、さらには13番ナックグランデ、内側には5番ゴーゴーステース、さあ600を切って4コーナーカーブ、ほとんど固まって第4コーナーから直線の攻防へ、前は7番コスモグッドラック、リードはなくなって8番ワンモアスマイル、今度はかわして先頭か、残り 400m 坂を上がっていく、3番手から2番手を伺って9番ソロモンが上がっていった、馬群の内側には6番モンドデラモーレ、さあ坂を上がって前は広がって8番ワンモアスマイル、200を切って内から6番モンドデラモーレ先頭に変わった、9番ソロモン3番手も苦しいか、内から4番コスモキャバリアも接近するが、先頭は6番のモンドデラモーレ、モンドデラモーレ合理、2着は5番8番ワンモアスマイル、3着は最後激戦12番スワローシー、4番コスモキャバリエ、1番帝王シュタイン、そして9番のソロモン、タイムは1分49秒7、勝ったのは6番モンドデラモーレ、デビュー勝ち、ワールドエース3区、鞍上は杉原誠騎手、そして8番ワンモアスマイルが2番手追走、最後はかわされての2着、3着はどうか、粘り込んだ9番ソロモンが失速、そして12番スワローシー接近、内は1番帝王シュタイン、そして4番コスモキャバリエ、タイムは1分49秒7、上がりタイム、ゴールまでの 800m は46秒4、600m は33秒8です。デビュー勝ち6番モンドデラモーレ、道中は後位3番手のインコース、直線は馬群の最内から伸びてデビュー勝ち、きっちりとデビュー戦を飾った6番モンドデラモーレ、8番ワンモアスマイルが2着、3着は4頭激戦で、12番スワローシティ、そして1番帝王シュタイン、4番コスモキャバリエ、それから9番のソロモン、3着争いは4頭広がって激戦、勝ったのは6番モンドデラモーレ。デビュー戦を制したのはワールドエース3区でしたね。6番のモンドデラモーレが1着、今6番上がっています。8番ワンモアスマイル2着、12番スワローシティが3着でした。6番8番12番7番人気、2番人気、6番人気です。単勝6番 32.1 倍、枠連56、11.8 倍、馬連6番8番 49.5 倍、馬単6番8番 117.2 倍、三連複6番8番12番 228.4 倍、三連単6番8番12番 1830.1 倍です。確定までお待ちください。